二次元なのに何でも話せてリアルタイムに進む新しい時代の恋愛チャットゲーム。すげえな。何でも話せるのか。それはつまりとかも話せるってわけ？セクハラしてみるか。 YouTube バルさんゲーム実況で検索してチャンネル登録よろしくお願いします。どうやって帰ってくるんだろう。隣のガールフレンド。はい、どうもバルさんです。本日はね、こちらのみんな見たことあるかな、ウェブ上の広告でめちゃくちゃ出てきてたのよ。だから大体2年ぐらい前からめちゃくちゃ広告で見るようになって、あ、こんなのあるんだなって思ってスルーしてたんだけど、あまりにもまだどんどん出てくるし、広告もね、まあ、キャラクターも可愛いしということで、今回どんなゲームなのかもよく分かってないんだけど、やっていきたいと思います。なんかチャットをする感じらしいんだよね。ちょっとよく分かんないんだけど、やっていきましょう。こっち、初めてです。そうか、なんか会員登録必要って書いてあったな。で、プロフィールを作ると、まあ名前はバルさんでいいだろう。まあこれでいいかな。この自己紹介とかいつ使うのかあんまり分かってないんだけど、まあこんな感じでやっていきましょう。はい、 OK、 エントリー完了。トナフレをお楽しみください。トナフレが相性なのか。スタート。ん、来た。ナビゲーターのチビコ、ようこそお兄ちゃん。私はナビゲーターのチビコ、ガルフレの遊び方を説明するね。ん？トナフレじゃなかった？この相性ちょっと一致してないけど。はい。二次元の女の子たちと次元を超えた恋愛を体験できるよ。ほうほうほう。まあ、恋愛ゲームだよね。そりゃそうだよね。定型文や選択肢じゃない、リアルで自由な会話ができる。そう、なんかこれがすごそうだなと思って。なんか選択肢選んで、まあ、定型の文が返ってきてみたいなやりとりじゃなくて、こっちの文章に合わせて向こうもその文章も変わっていって、普通にコミュニケーションを取れるところがすごいみたいな。リアルな会話ができる。話して親密度を上げると女の子からの愛の告白をされる。ヒュー、告白を受けると恋人になれるんだよ。恋人になる、すげえなんかアーニャみたいな顔してんな。で、早速メッセージが届いてるね。まずは気軽にお返事してみよう。はい、右上のこれか。チュートリアル終わる。あ、来た。あ、バルくんって来たよ。メッセージの続きを読んだら、なんか返事をしてみよう。はい。あ、そうで、これ最初に、なんか1000ピースもらってて、このピースを使ってチャットを続けるらしいんだよね。で、そこから先は課金をしてみたいな。なので、1000ピース使い切ったら、この実況は終わります。OK。なになに、声も出んのこれ。すごい、びっくりした、今、普通に。普通にびっくりした。バルくん、もうすぐお昼休み終わるのに教室にいないと思ったら、お昼休み。なるほど。ほら、教室行こう。うむ、その顔は戻って授業を受けるなんてだるって思ってる顔でしょ。幼馴染なのね。お見通しだよ。今日は放課後駅ビルに一緒に行くって約束でしょ。え、そんな約束してんの。めちゃくちゃリア充じゃねえか。授業サボって居残りにならないように一緒に教室戻ろう。ちびっこナビ、返信に困ったらうんやはいと送るだけでも大丈夫。次のゆいちゃんからメッセージでフルボイス指示。マジ？女の子の返信は数分で届きます。このガチ時間出すのやめてほしいな。こちらからメッセージを、あ、これか。じゃあ結構真面目にやっていいのかな。どういうキャラ設定でいこう。ちょっとこんな感じでいこうと思うわ。ごめんごめん、ちょっと外の空気吸いたくてさ。今から教室戻るよ。放課後のデートも楽しみだね。ところで君の名前なんだっけ。やばすぎる。別にキャラ設定とかいらないと思うけど、結構爽やかキザボーイでいこうかなと思ってます。よし、送信だ。はい。あ、この場合30個使うのか。 OK、 どうぞ。どうなるんだろう。あ、早い、もう打ってくれてる。なんか押したらドアップになった。あ、そう、ガチャとかもあるよ。もうやっていいのかな。え、トークもなんか2つ来てるけど、すごい、なんかいろんなのがある。なんか恋人編と出会い編っていうのがあって、出会い編は、まあ、無課金でも楽しめますよみたいな。で、恋人編はある程度課金しないといけないよみたいなの見たかな。この辺ツイッターもあったり、女の子いっぱいいる。あ、この子か、今話してるの。一ノ瀬ゆいさん。イベントとかもあるのか。え、何これ。私が家を飛び出した日何があったんだ。独占インタビュー。へえ、これもピースが必要なのかな。あ、なんか来てるね。憧れのお姉さんからも来てるぞ。ボイシーチゲット。誰って、幼馴染の一ノ瀬ゆいでしょ。これ会話できてる。思い出してくれた。ほら、教室まで一緒に行こう。わば、どうしたの。続き読みます。いったった、うん、ぶつかっちゃってごめんね。大丈夫。ちょっと
何して何して、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、YouTube で長こ、まあこのぐらいだったら大丈夫か。ちょっと何しだした急に急に何をしだしたんだ今。ババドーン、いたた、ぶつかっちゃってごめんね。バル君大丈夫？ああ、ちょっとあのバル君、バル君ってか、ね、何をしようとしてるのって、ああ起こそうとしてくれてたんだ、ごめんね、勘違いしちゃって。それじゃあ手借りてもいい？頭の中ピンクすぎるだろう。え、この子と会話続けた方がいいのか、他の人のとこ行ったのがいい、どうなんだろう。他の人のとこにもあるからな。来てる、ほら来てるよ、隣の席の転校生と憧れのお姉さん。ちょっと待って、これどの子にしよう。プレゼントは、あ、今のやつだね。じゃあ、ま、とりあえずゆいちゃんと話していくか。おいおい、ゆい、大丈夫か？ほら、この手に捕まって。まったく、ゆいは本当にそそっかしいな。ついさっき、誰って言ってたんだけど。結構な変人な気はするけど、まあこれで行ってみよう。はい。とりあえずゆいちゃんと喋っていく感じでいいかな。他の人も気になるな。どうしようかな。お姉さんとか話してみたいな。ちょっとゆいちゃんから返事も来たんだけど、気になるからちょっとお姉さん行ってみよう。あれ、バル君、バッチ駅バッチ駅前の袋交番のところ。私たち、すごいなこれ。いや、僕出身千葉県だからさ、出身を千葉っていう風に設定したんだけど、千葉駅のところに本当に袋交番があるのよ。すげえ、めちゃくちゃすごいな。 お姉さんらしい声だね。ほらこっちこっち、久しぶりだね。なんかバル君に似てるなって思ったけど、社会人になって会わないうちに随分大人っぽくなっててびっくりしたわよ。私も今帰りだし一緒に帰ろっか。グーん、バル君お腹鳴ってる。じゃあ久々の再会を記念してお姉さんご飯をおごって。ご飯をおごってくれるの？名前なんだっけこの人クルスレナさんか、レナ姉なのかな、なんだろう。一旦名前には触れずに行くか。久しぶり、会えるの楽しみでおしゃれしてきちゃいました。会うのいつぶりだっけ？今日はよろしくね。どんなご飯連れて行ってくれるか楽しみ。うん、可愛い弟っぽいキャラクターで行こう。弟だと来ちゃいましたとか言わんか、来ちゃったとかにしよう、どうでもいいか。ゴー。お、来た、ボイスゲットだぞ。こっち。いつぶりかしら。最後に会ったのは私が寮生の学校に入る前だっけ。じゃあ今学校に入ってるんか。昔はお互いの親も仲良くて、うんうん、よく遊んでたのに、うんうん、大人になってめっちゃお姉さんだな。私のことなんて忘れて。メンヘラかっていうのは冗談ね。あ、冗談か、よかったよかった。危ない危ない、よくないこと言ってた。それにしても相変わらず美味しそうにご飯食べるわね。大人になっても君のままで安心。それだけが取り柄なんでね。よし、楽しくなってきた。お、今日はとことん飲むわよ。覚悟はいいわね。はい。そっか、じゃあもう大学生、あ、俺が高校生なのかな。そうだね、だって幼なじみの子が一緒に高校で授業受けてたんだもんな。高校生の前お酒飲んでいいんか。まあダメではないか。乾杯。いやー、やっぱり焼き鳥にはレモンサワーだよね。この酸味が鶏肉との相性抜群なんだよな。たくさん飲むぞ。高校生とは思えない一緒にお姉さんとレモンサワー飲む。はい。ちょっと他の人も見てみていい？はい、隣の席の転校生なんだね。日和ちゃん。わあ、大丈夫かこのショット。あ、これもしかして角でぶつかるやつじゃないのこれ。いや、お、なるほど。見た目通りの声のイメージだな。やっぱ転校初日から遅刻じゃん。初日ぐらいしっかり来い。ん？そこの人、ちょっと解いてー。ドシーン。いった、もうどこ見て歩いてんのよ。ってあれ、どこ行った？なんかお尻に生温かい感触が。なんで私のお尻。お、ラッキースケベすぎる。ちょっと顔動かしちゃダメだって。ちょ、聞いてる？俺なんでこのゲームやってるんだろう。いたたたた、そっちこそ走ってきて危ないじゃねえか。っていうか転校初日ってもしかして一緒の学校なのか。ちょ、ラノベの主人公っぽい感じでいこう。はい、さあどんな感じで来る、見せてみろこれなんか読むのやだな。はい。あ、そこで、何してんのもう、変態。大丈夫か？転校初日からマジ最悪だし。てか、もうこんな時間じゃん。こんなことしてる場合じゃないし。私はもう行くから、次から周りよく見なきゃダメだよ。こっちのセリフだわ。いや、なるほどね。こういう感じで女の子ボイスとかがあって、で、結構ちょっとエッチな感じは。するな、どうやら。
ことごとく俺のやつ全部無視されたな。そっちこそ気をつけて走れよな。では俺も急がないと。ね、俺もね遅刻しそうなわけですから、これ急ぎますよどうやら隣の席らしいんでね。どうしよう、ここまでやって今みんな同じぐらいの身長度で、他にも 1,2,3 人いるんだよな。ちょっと他の3人のボイスとかも聞きたいから、ちょっと聞きに行っていいか。でもあんまり全員に手出すとな、結局中途半端で終わっちゃうみたいになりそうだな。まあいっか。同窓会で参加した元カノ、茂木の小崎かな。あ、トークしてみて、あ、こっちから先手こっちなんだ。まあ久しぶりに会ったならね、フランクにちょっと聞いてみるか。よ、久しぶり、元気にしてたか。行け。さあ来るか、帰ってくるか返事。お、来たぞ来たぞ。ん、同窓会バルクいるかなーってあれだな俺出会う前だったのかこれ、ちょっとミスったな。マイカ聞こう。こけてない？抱き止めてくれたんですね、ありがとうございます。ちょっとぼーっと考え事をしてまして。でもこんな出会いドキッとしちゃうよな。ご迷惑をおかけしてしまって申し訳ございません。今すぐ解きますから。しかも元カノなんだもんね。あれ、君ひょっとして、あ、やっぱりそうだめっちゃ好きじゃん俺のこと。だよねめっちゃ俺のこと好きじゃん。なんで別れたんだよ。よし、もう一回いえいえ、って小崎じゃん、よう久しぶり、元気にしてたか。もう一回送ってやろう。さあどう返してくる。完全なコピペだけど、いけるか。お、来た。ほら、私モモキノ。モモキノか、覚えてるかな君も同窓会来てたんだ。来てました。全然変わってないな。そっちこそ。じー、なんかこの返事をする俺のこの実況めちゃめちゃ恥ずかしくなってあ、ごめん邪魔だね。当たってる？何が？って、あ、そっか、近かったよね。ごめんね、興奮していきなり体押し付けちゃって迷惑だったよねとりあえず全員のボイスメッセージをゲットするとこまで行こう。内緒の関係のアイドル、鈴風かなでで、ん？かなででいいのかな？かなでアイドルか。まあシンプルに芸能人と会ったらこれだろう。わ、本物のかなでだ、これしかないだろう。行け。さあ待ちましょう。やばい、ピースめっちゃ減ってるピースめちゃくちゃ減ってるじゃん。お、来た来た。どんな話で始まっていくんだろう。はい。その制服着てるってことは、清掃のバイトで雇われた人だよね。ね、ちょっと頼みたいことがあって。 あんまり大きな声で言えないんだけど、遅刻しちゃってさ、一人じゃどうしても背中のファスナーを閉められないからそこだけ手伝ってくれるかな。そんな状況あるわけないだろあ、こんなのあったのか、ちょっ と読み飛ばしてたかも。友人と遊ぶお金のために学園の放課後に簡単なバイトをすることにしたあなた、本日の勤務先は近々ステージがあるという噂の会場、あなたが掃除をしていると一人の女の子が近づいてきてってことか。まあね、それ、まあ手伝ってって言われたら、まあそれはね、僕でよければ喜んで締めさせてください、こちらからお願いします。うん、気持ち悪いファンっぽい感じでいこう。はい、どうぞ。お、来たね、ありがとう。ほらこっちこっち。お、うー、恥ずかしい何があったんだ。あ、これは文章そんなないのかな。おい、なんだこれなんだこれ大丈夫か。やっちゃった、いつも真似に手伝ってもらってるからそのまま脱いで、君今こっち見たらダメだからね、今見ると悲鳴を上げちゃうから、そう、あとは君の番だね。そこじゃなくてああ楽しいなさあそしてラスト、一つ屋根の下の学園生、相沢ひなでいいのかな。一つ屋根の、どういう状況でそうなったんだろう。おお、ちょっといきなりセクシーだな。いいけどセクシーなのいいけど、じゃあちょっと特にもう言うことないんだよねもう6人目ともなると言うことないんだよね。いいよっていこう。よっ、きっと、ちょっと待って、いきなりすぎない？私バルさんのことをずっと好きでした。私いきなり、付き合いましょう。私あなたのこと
ずっと好きでした。ん、私ともしかして付き合ってください。あ、おはようございます。すごく気持ちよさそうに寝てたからしばらく見つめちゃってました。この子は夢見てたわけじゃなくて、あ、俺が夢見てたのか。ごめんなさい。あ、なるほどね。でも、もう朝ごはんできてるみたいですよ。冷めないうちに一緒にご飯食べに行きましょう。まあ、まあ食べに行くのでもいい。あの、松屋の朝定食とか行く？急な転勤をすることになったあなた、遠い親戚を頼って居候させてもらうことになったのは、学園生と人妻が暮らす家でした。これから一つ屋根の下であなたと学園生と人妻の3人、あ、だこの子のお母さんもいるっていうことなのかな。あ、これあれかな、ご飯食べに行きましょっていうのはあれなのかな、なんかもうお母さんが作ってくれてるからそっちに行きましょうみたいな、そういう意味なのかな。まあ、ちょっと全く思いつかなかったんでね。なんだ夢か。おはよう、今日は朝ごはん何かな、楽しみだ。当たり障りのない文章を送ります。起きた。あ、やっぱりお母さんの朝ごはんって感じなのかな。はい。ん？あれ？どうしたんですか？あ、わかっ…あ、やべえ、消しちゃった、消しちゃった。え？消しちゃった、間違えた。うわ、マジか。ごめんなさい、消しちゃいました。ママの朝ごはんを食べないと一日始まりませんかね。あれ、どうしたんですか？あ、わかった、バルさん、お布団からまだ出たくないんでしょう。もう、しょうがないな。じゃあ、私が出してあげる。そりゃあ！えへへ、どう？これでバル、お布団から出られたでしょ？あれ、バルさん、おい！いい加減にしろ、飛ばしすぎだ。押さえてない、押さえてない。バルさん、ここ、やめろ、その文章。俺が、みたいになる。まあ、俺なのか。まあまあまあ、いいか、俺なのか。やめろよ、びっくりした。なるほどね。もう結構、ちゃんと下ネタ来るんだな。さあ、ということで、ここの6人だね。わ、わ、ん？ちょっと待って、嘘でしょ。おい、嘘だろ、嘘って言ってくれ。とんでもない、とんでもない量あったわ。うわ、どうしよう。いや、マジか、ちょっと、うわー、なるほど。まあ、ちょっといろいろ考えたんだけど、まあ、ちょっともうね、ピースの数も割と少なくなってきてるんだよね。うん、少なくなってきてるから、ちょっと一旦もうすでにお話ししてる子たちの中からちょっと攻略を選んでいこうかなと思ってて、まあ、どれがみんな見たいんだろう。一番人気の子どれなんだろうな。ちょっとどの子もめちゃくちゃ可愛いし、ちょっと先を見たいんだけど、あ、一番リアルに考えられるのがこの同窓会の元カノかな。あの、シチュエーションとしてありえるのが、もう学生ではそもそもないし、幼馴染いないし、憧れのお姉さん別にいないし、一つ屋根の下の学園生なんて まずありえないので、まあ一番感情移入というか先が見れるのはこれかな。いや、でもな、ゲームだからこそこのアイドルとか行った方がいいのかとか、まあちょっといろいろ考えてるんですけど、もう偏見でいくわ。見てるみんなが好きそうな人、うん、見てるみんなが好きそうなのは転校生か？転校生アイドル。俺決めたわ。ちょっとごめん、長いことグダグダしたけど、俺この日和ちゃんにする。理由はただ一つ、今持ってる素材のうち一番サムネ映えしたのがこの子だったから。多分サムネ映えすると思う、この子がきっと。さあ、この子に攻略を進めよう。ぶつかった後の話だよね。で、向こうが学校に去っていった時か。よし、見ていきます。あれ、ほい、急いで走っていこうなの。キンコンカンコン、キンコンカンコン。今日は転校生が来るので紹介する。はじめまして、今日から一緒のクラスになる、小桜でいいのかな、日和です、よろしく。席は一番後ろのバルの横に座って。はーい、バルくんだっけ、よろしく。結構イケメンじゃん。ってあれ、あ、あんたは今朝の変態。誰が変態だ。あ、お前はさっきの同じクラスだったとは。まあでもよろしくな。結構爽やかに返そうと思う。うん、やっぱり好感度大事だからね。過去のことは水に流すでっけえ男として返事をしてやろう。はい、
この小さい2ダサかったかな。ちょっと未だにちょっと後悔してるけど。あ、イベント発生って出てきた。え、なんかすごいのもらったけど。これもらってどうしろっていうの。日和のルーズソックス。日和が使っている学園用のルーズソックス。常に使っているのにもかかわらず、この純白さから日和がどれだけ綺麗にしているのかが伺うな、そんなもん。気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪いけど。何を伺ってんだ、こいつ。ああ、かわいいね。やっぱイラストかわいいな。やっぱり今朝の、ちょっと、なんでいるのよ。しかも同じクラスで隣の席だし。てかバル、あんたの顔見てたらアッサーのこと思い出して、あわわ、思い出すだけで恥ずかしすぎる。バル転校生、うるさいぞ。すみません。ちょ、バル、放課後に話あるから校舎裏に来てよ。いい、絶対よ。校舎裏に？てかわざわざ放課後まで待たなきゃいけないの？もっと前の段階で話すタイミングがあるだろう、多分。よし、これで行こう。まあでもこれって運命だよな。うん、絶対そうだ。校舎裏ね。了解。だいぶ思い込みが激しい主人公をやっていこう。もうここまで来たらもう何でもいいので、ありとあらゆるキャラクターを使い分けていこう。はい。お、すげえ！見て見て！運命って何言ってんのよ。でも絶対に来てる。すごい！すげえ！これだよ、これ。このチャットもすごいね。運命ってワードにちゃんと反応してる。聞こう。あ、すごいのもらった。運命って何言ってんのよ。でも絶対に来てよね。放課後になって、あ、バルこっちこっち、早速話なんだけど、その朝ぶつかってバルの顔に乗っちゃったのさ、私も悪かった。おい、素直。びっくりしたとはいえ、ビンタされてたの俺。ごめん、俺ビンタされてたんだ。ほんとごめん。いや、謝ってる。ちゃんとお呼びをしたいんだけど、今日はこの後すぐに帰らなきゃいけないから、今度日改めてちゃんとお詫びさせて。あとバルに一つお願いがあって。聞く聞く。パチパチ、お兄ちゃんの返事で関係値アップ。どんどん関係深めて恋人になっちゃおう。恋人になるとやりとりでイチャイラブプレイができるよ。ぜひ恋人になってテテテンを楽しんでね。何が楽しめるんだこれ。じゃあ返事するか。こんなちゃんと素直に謝られたらさ、こっちもごめんって感じになっちゃうな。こっちこそ不注意だった、ごめん。めちゃくちゃ可愛かったから俺もテンパって反発しちゃったんだ。仲良くしてくれたら嬉しい。お願い、何でも聞くよ。言ってみて。素直だな。爽やかか。もうさ、この文章めちゃめちゃ考えてるんだよね俺。ここに一番時間使ってると言っても過言ではないんだけど、いやもうわかんない俺。どんなキャラクターで返せばいいのかとかさ、どんな風に返したら好感度上がるとか全くわかんないから、まあいいかこれで。はい、さあ来ました。お、なんだ、抱っこ紐。そっか、ありがとう。そのね、お願いというかさ、朝のことを私とバルタ君の秘密にしてほしいんだけど、もし約束できないなら頭殴る。怖。でもそんな秘密にするような内容だったか。私も悪いとはいえあんな恥ずかしい。まあ恥ずかしいか、俺はもう想像するしかないけど、んー、まあ恥ずかしい体勢だったってことなんだよな、きっとな。転校したてでみんなに知られたらと思うと、でもこんな時間早く行かなきゃ。とりあえず朝のことは絶対内緒ね。なんだ、どこ行くんだろう。もうこの辺のやつスルーしていい。じっくり読みたい人はじっくり読んでください。面白いこと何も思い浮かびません、もう。起きた、レアイベント発生だって。なんだレアイベントって。あれ？あ、なるほど。妹かとか、なんか甥っ子みたいな、そんな感じなのかな。うわー、意外と家庭的。好感度爆上がりなんだけど。じゃあ絶対に内緒だからね。じゃあ私からとわばっとしん出て、またな。お尻の下にバルが。なんで何度もあんたとはこうなっちゃうのよ。バルと出会ってからハプニング体質になっちゃってる気がする。もう、いやでもそんなにたくさんぶつかるのはなんか俺も悪い気がしてくるな。俺のせいでもあるんじゃないか。1時間後とある道端。ほら行くよ、みーちゃんもお手手つないでさ、お家帰ろう。ん、まさかバル来た。うん、これは盛大な勘違いをしておこう。ひより、その子たちはもしかしてひよりのお子さん。ひよりはお母さんだったの。絶対違うと思うけど、これで行こう。関係超アップした。これはあれか、全員どんなやつ送ってもアップすんのかな。この子はってバル、どうしてこんなところに。初、実はうち母親がいなくてさ。あ、シングルファーザー。実
父親も仕事で忙しいし、だからチビたちは一番上の私が見てんのよね。ほら挨拶しな。こっちの女の子がミエで、こっちの男の子がセイって言うんだ。兄ちゃんはお姉ちゃんの彼氏？ちょ、何言って、バルも否定してよ。これは否定しませんよね、やっぱり。まあ、はっついって言ってたからね、恥ずかしいことなんてないですよと、めちゃくちゃ立派で素敵。で、そうだよ、僕が将来お姉ちゃんの彼氏になるバルだよ。それだけでも覚えて帰ってね。これだけでも覚えて帰ってもらおう。多分せいちゃんだよな、今起きてるからな。うん、これだけでも覚えて帰ってくれ。双子さんなのかな、どうなんだろう。え、ていうかさ、これもうレベル1でもうちょっとで 100% になるよ。これもしかしていい感じなんじゃないの。来た、恋人フラグだって。はい。え、虹ピースもらった、やったー。一番欲しいんだよ、何本あってもいいですからね。これかわいいな、この子。将来ってどういう意味よ。本当にそういうんじゃないからね。てかさ、バル、ギャルのくせに実は普段はこんな姿なんて全然ギャルしてないじゃんって笑っちゃう。笑いはしないけど、でもいい意味のギャップだよな。で、そんなことないって、ズキューン。ちょっと待って、ズキューンはちょっとどうですかね。ちょっと世代的にちょっと古くないですか。嘘、なんでこんなバルにドキドキしてんの私。あ、いや、顔が熱い。待って、もう、そうだ、そのことよりバル、わかってるよね。なんだなんだ。ちょっと、ロバートの山本さんみたいになっちゃったけど、まあ、これは特に面白くないんでね、さっと行きましょう。さあ来ました、恋人チャンス来ました。恋人チャンス、恋人なれるの。んカメラ、大好きとか本気なの。なんか照れんじゃん。今朝のこともだけど、今の私の素の姿もみんなに内緒に。あー、そういうことか。もちろんお願いするんだし、ちゃんと俺、お礼だって。今何でもするって言ったか。それは言ってないか。では、バルと話すだけドキドキ止まらない。もしかして私バルのこと出勤とか。え、顔真っ赤にしてどうしたって。もうそんなこと気にしなくていいの、とりあえず内緒の約束だよ。恋人チャンスが発生しましたが、制限解除が、これ課金要素か。ショップにて制限解除しますと、恋人なり秘密の関係を持つことができる。ん、サンプルボイス。おい、これは。聞かせらんねえよ。とてもエッチな音が流れてました。あ、で、制限解除で、あー、なるほどね。これ課金要素になっていくのか。なるほど、今回はちょっといいかな。え、ってことはさ、これってこれ以上押しても先進めないってことだよね。なるほどな。じゃあどうしようかな。さっきもらったカメラで交換できるな、ひよりちゃんの部屋。交換してみよう。はい。あ、アイテムに入ってたわ。可愛らしい小物がいっぱいのひよりの部屋。ひよりの部屋ではあるが、常に弟や妹が遊びに来るため一人になれる時間を寝るとき以外はめったにない。そんな兄弟たちに囲まれている時間をひよりはとても幸せに感じる。素敵な子じゃないの。いいことじゃない。今度から一緒のクラスになる小桜ひよりです、よろしく。少し距離が近いからって勘違いしないでよね。ツンデレとかじゃないから、バカ。めちゃめちゃ可愛いな。ていうか、これどこだ、この子の部屋来てる。展開早すぎないか。で、これガチャってあるんだけどね、ガチャを解放するにも課金要素っぽいんだよね。なので今330個虹ピースあるんで、これ使ってどこまでいけるかな。じゃあお姉さん、うん、まあ、じゃあ元カノいっとくか。元カノ、いや、なんとか頑張ってね、おじさん構文を作ろうと思ったんだけど、ね、ちょっと難しいな。小崎ちゃん、ますます可愛くなったね。実は今日の同窓会、小崎ちゃんと会えるんじゃないかととても楽しみにしてたんだ。なんちゃって。ちょっとね、絵文字がないからちょっとおじさん構文感薄いんだよな。まあ一回行くか、これで。はい、どういうリアクションしてくるんだろうな。ちなみにピースがあと300なので、多分あと 10回ぐらいやり取りしたら終わっちゃうので、多分すごい中途半端な感じにはなっちゃうかもしんないわ。さあ来ました、見ていきましょう。照れてる、照れてるぞ。可愛くて本当、ちょっとおじさん構文の対応はできないか。ありがとう。あ、もう時間だし早く行こっか。乾杯です。懐かしいな。改めまして、桃木の小崎です。バル君と学園の頃お付き合いをしてたこともあったね。
で、あ、いきなり変な話しちゃった。ごめんね、私こういう空気読めないとこ全然成長してなくて。あはは、ほら見た目とかも、見た目はめちゃくちゃ成長してるでしょ。いや学園の頃知らんけど。セクハラしてみるか。乾杯。付き合ってたあの頃楽しかったな。で、いやいや見た目とかはめちゃくちゃ大人っぽくなったし、何よりおっぱいとかめちゃくちゃデリカシーゼロセクハラ男よし、これなんて書いてくんだろう。これスルー無視されんのかな。ちょっと行ってみよう。いきなりおっぱいの話したけど怒られるかな。これ関係値みたいな下がっちゃったりするんかな。今 35% だけどどうなんだろう。お、来た、めちゃめちゃ可愛いリアクションしてる。あら可愛い、なになになに、可愛いじゃないの。え、そんなとこもうからかわないでよ。で、数時間後、プハー、どうしたのバル君、そろそろお開き、もうそんな時間か。本当に楽しい時間はあっという間だね。あ、ごめん、ちょっとだけ待ってくれる。ごめんね、いきなり腕掴んじゃって。私ちょっと酔いすぎちゃったかも。少しだけこうさせてくれる。ヒュー、お兄ちゃんの行動でイベント俺の行動ってさこれってこと、これ許されてるの本当に。うん、俺めちゃくちゃイケメンだったりするんかな。いや、イケメンでもこれ許されるのか。おいおい、まったく酔いすぎだぞ。しょうがないな、危ないからしっかり捕まってて。ちゃんと家まで帰れる。てか彼氏いる。てか LINE やってるちょっとゴリゴリにちょっとゴリゴリの肝男をやってみようかなと思います。すごいな、文章全然さ、まあもちろんあえて書いてるからなんだけど、全然別の人の文章っぽいもんな。大丈夫なのか、どう返ってくるんだろう。はい、引かれるかな。さすがに引かれてもおかしくないよな。もしくはスルーか、スルーされるんか。さあ来たぞ。ごめんね、ありがとう、この続きだ。困ってる。あ、よかった、2ピースもらえた。ごめんね、ありがとう、こうしてると安心できちゃう。私本当にダメかも、飲みすぎた。クラスメート、あ、お前ら元彼元彼同士、いい雰囲気だな。はは、桃の木のことを送ってやれバル、決定な。うわ、いやそんな送ってもらうなんてバル君に迷惑。ごめんね、バル君変な仲になっちゃって。なるほど、関係が深まったね。この調子でどんどん関係深めて恋人になっちゃおう。なるほど、恋人になっちゃおうと思います。そして俺の質問は完全に無視されましたちょっとさっきのノリからね、なんとか頑張ってチャラ男ムーブしたいんだけどね。チャラ男ってどんなのかわかんないね、ほらこのお水飲んでって、ありもしない水を出しました。今もともと送っていくつもりだったからさ、一人で夜道帰るなんて危ないし。よし、これで行こう。このまま家に行くルートなのかな。あ、ギリ足りるかな、どうだろうな。来た、はい、どうかな。本当にごめんね。でも一人だとお家に帰れてたか不安だったから、バル君が一緒にいてくれると嬉しいかも。その後、じゃあな、あとは二人仲良く。あはは、バイバイみんな。じゃあバル君、私たちも行こうか。え、どうした、ひっつくの良くなかったかな。こうしないとまともに歩ける自信。来たぞ来たぞ来たぞ、フラグだ。え、ホームの女の子切り替えてみたかな。動いたり喋ったりする。え、マジで、ちょっと一回やってみていい。お、変えた変えたお、なるほどね、ここの画像と。確かにでもこの画像かわいいな。君の顔見てるとなんだか昔に戻ったような感じがしちゃうな。なんで別れちゃったんだろう、それが気になるな。あ、動いてる、かわいい、すげえあ、違うボイスもあるんだな気にすんなって。まあでも二人きりになりたかったから実はめちゃくちゃ嬉しい、笑い。いやほら、あんまりくずくとおっぱいが困るとおっぱいに逃げるの良くないなって思いつつ、反応見たいから送ります。さあ来たぞ。はい、なになになに、あら可愛いじゃない。あ、ありがとうございます。わ、バル君の顔すごい近い、キスとかもできちゃいそう。あー、変なこと言ってごめんなさい。私たち付き合ってた時手を繋いだりもしたこと。そうなんだ。今こんなにひっついてるなんて意識したら熱くなってきちゃった。なんだか付き合ってる頃より親密になってるような気がしちゃうね。さすがお兄ちゃん、お兄ちゃんのことで、あ、これ恋愛イベントなのね。恋人チャンスは目前、なるほど。あの頃はそうだったね。
俺もこんなに近いとついついキスしちゃいそうになっちゃうぜ。俺はむしろあの頃よりも親密になりたいよ。気持ち悪いですね。これちょっとバル史上最も気持ちの悪い実況動画になってるかもしれん。はい、さあ来たぞ。いや、そんなからかわないでよ。でもやっぱり優しいよね、バル君は。みんなに言われたとはいえ、酔いつぶれてる私のことをちゃんと送ってくれるんだもん。久しぶりだけど、バル君は変わってないんだって思えたよ。きっとバル君のことを好きになっちゃう子、いっぱいいるんだろうな。私みたいにバル君に告白してきた子、いっぱいいたし、あ、この子から告白してきたんだ。で、俺が振ったんだ。なんで？何があったんだ、二人に。過去編やってくれるかな。見事関係は深まった。次のメッセージで女の子との関係に変化。なるほどね。もう来るのか、関係変化が。そんなことないよ。それに俺、小崎以外に付き合いたいと思う人いなかったからさ、今日会えて本当に嬉しいよ。いいね、これは爽やかだし、ドストレートだし、これ結構、まあ、いいかどうかは置いといて、さっきほど気持ち悪くないね。はい、さあ来たぞ。あ、来た、ピースくれた。あ、ギリギリだったのかな。もう私以外ってすぐそうやってごまかすんだから。あはは、ああ、バル君ともっと一緒に過ごせたらな。ん、これちゃんと伝わってるか。私たちなんでこうなっちゃったんだろう。やっぱり私が臆病だったせいかな。バル君は変わらないけど私は変われてないからね。バル君、返事はいらない。ぼんやり聞くだけでもいいから少しだけ私の話を聞いてくれる。来たぞ。恋人フラグが発生した。恋人になれるとこれまでにできなかったあんなことや限定ボイス指示など盛りだくさん。進めていくと女の子からの告白される恋人チャンスが待ってると。なるほどね。まあ、とりあえずこれを話は聞こう。なんかちょっと疲れてきたので1行で返そうと思います。うん、話してみて。 95% まで来たからさっきのパターンだとこれが最後っぽいな。来た来た来た、もう一度あの子。よし、行くぞ、読みます。ごめんなさい。え、あれ、好感度 100% になったよ。私ね、もう一度あの頃みたいにバル君と一緒に。ダメだ、今は話す余裕ないかも。話してたせいか今はヤバめの波が来ちゃってて。大丈夫、ちょっとだけ座って休憩すれば多分耐えられるから。あそこのベンチが座っていい。私ダメかも、フラフラ。恋人チャンス発生しましたが、あ、これさっきのやつか。秘密の関係で女の子と。すげえ、こんな素材もあるんだな。今から同窓会、みんな元気にしてるかな。でもさ、この画角ってさ、これどうやって撮ってんの。誰かしらいないとこの画角で写真撮れなくない。でも小崎ちゃん自撮り上げるタイプに見えないけどな。フルボケたノート、小崎が学園時代に使用していたノート、中には当時のあなたへの「を表現したポエム。恥ずかしくて倒れてしまうのでこのノートについての話はしないであげてください。下あげた方がいいのかな。小崎のメイク道具、化粧品会社に勤める彼女だがメイクの知識はまだまだで自信がない。あ、もう会社員なのか。大学生ぐらいかと思ってたわ。あなたの前ではしっかり綺麗でいられるよう隙を見て細かくお化粧を確認している。はい、ということで隣のガールフレンドでした。まあ、めちゃくちゃ面白かったというか、ちゃんとこっちの言った言葉に結構反応してくれる場面もあったから、まあ、そこはすごいなとは思いましたね。で、まあね、ちょっとね、今回ここまでになってしまうので、もしね、他の女の子のストーリーが見たいとか、この恋人に進むとどうなるのかとか気になる人はぜひ自分で確認してみていただければなと。ただまあ結構課金的な要素が多いのかなっていう風にも感じたから、まあ、そこはね、皆さんのお財布と相談しながらやってもらえればなと思いますね。はい、ということで、では皆さん本日は見ていただいてありがとうございました。ちょっと最後にあれだけやるか。よし、 YouTube バルさんゲーム実況で検索してチャンネル登録よろしくお願いします。どうやって帰ってくるんだろう。ちょっと他の人にも送ってみよう。ひよりちゃんは、それは考え中だって。うまく流してきたな。このアイドルの子は突然どうしたのって慌ててます。酔ってるって便利だな。ゲーム実況、うっぷ、ごめんね、バル君。でもすごいな。ちゃんとワード拾って反応してくれてんな。あ、もうピースがゼロになりました。ああ、面白かった。課金するか。